こんにちは。今回は古くからの遊び折り紙を紹介したいと思います。それがこれです。折り紙とは正方形の紙を折って動物や植物、また生活道具などの形を作る日本の伝統的な遊びの一つです。最近では折り紙の芸術性が再評価され、様々な優れた新しい折り方が今でも考えられています。今日はこの折り紙を使ってあるものを作っていきたいと思います。まずこれを半分に折ります。ここに折り紙の折り方が書いてあるので、これを見ながら折っていきたいと思います。こう折るとじゃん、なんでしょう。これは手裏剣です。他にもたくさん作ってみました。折り紙にはたくさんの色があって、とてもいろんなものが作れるので幅広く遊ぶことができます。他にも今回は手裏剣を作ったんですが、他にも鶴や、たくさん作り方が載っているので、ぜひ日本の遊びを試してみてください。